乃木坂46が9月2日から4日の3日間、東京、明治神宮野球場にて、真夏の全国ツアー2024ツアーファイナルを開催。最終日となった4日には、梅沢みなみ、遠藤さくら井上和が、胸キュンゼリフ、を披露した。乃木坂46梅沢みなみ、遠藤さくら井上和、胸キュンゼリフ連発。今回のツアーは、プリンセス、や、お城、がコンセプトとなっており、セットや衣装、フロートもプリンセス仕様に。MC では鬼滅大綱で代表メンバーが胸キュンゼリフを披露し、三脚の完成から、真の乃木坂プリンセスを決める場面があった。それぞれ大きな歓声が上がったが、判定の結果は最後に披露した梅沢が勝利し、3期生が真の乃木坂プリンセスに決定。3期生はこの日、グループ加入から丸8年の記念日を迎えた特別な公演だったこともあり、後輩メンバーからも拍手が上がっていた。乃木坂46、真夏の全国ツアー2024、7月20日よりスタートした、真夏の全国ツアー2024は、大阪、京セラドーム大阪公演2日間、愛知、ワンテリンドーム名古屋公演2日間、東京、明治神宮野球場公演3日間と全国3都市で7公演実施。5年ぶりのドームスタジアム規模のツアーで、明治神宮野球場公演はすべてオンラインでも生配信。初日の1曲目から、新曲、チートデー、8月21日発売、36th シングル、をサプライズ披露した。楽曲は、神宮3日間で全50曲を披露。演出にはオーケストラによる生演奏パートもあり、ストリングスなどの音色により観客を引き込んだ。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.